神奈川ビジネスアップトゥーデート。今回はこれまでの放送から若き起業家をピックアップ。独自のビジネスモデル、サービスを展開しイノベーションをもたらす起業家たち、その経営に迫る。アペルザ石原誠 CEO。 生産材のアマゾンを見据え、画期的なものづくりのプラットフォームを構築。これまでにないサービスを次々と展開している。日本の基幹産業である製造業、その中でも日本のものづくりの根底を支えているのが、およそ23兆円ともいわれる設備産業。生産材と呼ばれる製造業の生産現場、ものづくりに必要とされるセンサーやモーターなど、さまざまな機器の活用が大きな価値を生み出している。インダストリー 4.0 や AIoT の技術革新などによって産業構造が大きく変化している世界の製造業。しかし実際の現場ではインターネットを十分に活用できていない。こうした現状に新しいサービスをもたらすのは、2016年7月に設立したアペルザ。製造業向けカタログポータルサイト、アペルザカタログ。工業用資材の価格検索サイト、アペルザ。ものづくりニュース、オートメーション新聞など、製造業に特化したインターネットサービスを提供している。ミッションに掲げるのは、ものづくりの産業構造をリデザインすること。膨大な数の生産材をまとめプラットフォームにすることで、ものづくりにおける情報流通、取引のあり方、コミュニケーションの変革をもたらそうとしているのがアペルザだ。運営されているのが、まず価格検索サイトとカタログポータルサイトということで、はい、今7000社ほど、はい、掲載されているっていうことなんですけども、はい、これはどういうビジネススキームなんですか？はい、我々のサービスはですね、大きく分けますと3種類に分かれます、これはですね、購買側の方、買い手の側の方のですね、業務プロセスに応じてサービスを組み立てているからなんですけれども、購買プロセスっていうのがですね、大きく分けますと3つの段階。まず第1段目にですね、情報を集めるという情報収集をし、その次にですね、比較検討で、最終的にまあ調達購買するっていうですね、この3つのステップに分けて業務が進んでいますので、例えばまあ情報収集に必要なものといいますと、まあメディアですね、はい、そういった情報を掲載するようなメディアが必要になりますので、我々はオートメーション新聞というですね、はい、まあ、実はこれは経営統合して今一緒にやっているような新聞社なんですけれども、その道40年ほどの歴史があるような、はい、新聞社でございまして、ここでまず情報をご提供しています。で、2つ目のステップ、比較検討と申し上げましたが、ここで実はカタログのサービスが出てまいります。これはですね、地道に営業して集めてきた数なんですよ、はい、そしてまあ3段階目というのが、先ほど調達購買と申し上げましたが、この業界ではですね、最終的にこれを買おうというものが決まった後もですね、歩み積もりを取ってどこから買おうかというのが商習慣として根付いているわけなんですけど、こういった歩み付きのさながらなものが価格 .com の、まあ製造業版といったらいいんでしょうか、はい、価格比較サイトをやっておりますね。じゃあその石原社長が見据えているアペルザっていうのはこういう会社になるんだよっていうことを改めて聞くと、どんな会社になっていくんですか？そうですね、製造業をインターネットの力で活性化させるっていうのが私たちが取り組んでいくことなので、常に製造業にそういった新しいサービス、新しい考え方、そういったものをですね、我々持ち込んでいろんな角度で製造業をご支援していくっていうことができればというふうに思ってますね。そんな会社であり続けたいと、はい、思ってます。非常に印象に残ってる会社で、ベンチャー企業っていうのはやっぱり東京で会社を起こしたがるんですけれども、あえて横浜の地を選んでこうベンチャーとしてスタートしたということで、インタビューして、これからその e コマースを作っていくんだっていう非常に強い思い、それが自分たちの世の中に対する貢献なんだっていう、まあ、高い志を持ってやってらした
わけです。で非常に共感したんですね。で目標は何ですかって言った時にアマゾンを超えると、やっぱそれぐらいの大きい夢を持ってやりたいというのが非常にいいなというふうに思っていたんですけれども、今回改めて取材をするとその IT の世界っていうものの変化のスピードの速さ、これをですね実感しましたね。まあ、何かっていうと、もうそのプラットフォームにして、まあ、商品を並べて、でそれをこうメーカーとユーザーをつなぐんだっていうところはもうすでに段階として終わっていて、まあ、ここからはですね、じゃあそれをどういうふうにリアルワールドにつなげていってビジネスを成立させるのかという、もうその次のフェーズに行ってるわけですね。まあ、そういう意味で、まあ、今ですね、そのユーザーであろうという人たちが集まっているイベントにアペルザはもう自分たちからですね乗り込んでいって、で自分たちのそのサイト、まあ、プラットフォームっていうものがどういうものなのかということを説明をしてニーズを掘り起こしているということなんですよね。ですからやっぱりその IT で商売をすれば何でもうまくいくんだと、そういうこう魔法の杖みたいなようなものはですね幻想で、やっぱりですね今改めて人フェイストゥーフェイス、こうリアルワールド、もうほんとそこその場で生きている人間たちにどういうふうにアピールするかっていうところがこう次なるですね課題というものになってるんだなということを実感しましたね。Bノート新井達夫社長、鎌倉の洋館古賀亭を丁寧に引き継ぎ、レストランウェディング事業で温かい評価を集めてきた。鎌倉駅から徒歩5分ほど、住宅街を歩いていくと不意に近代の光景に包み込まれる。丘の上に佇むのは2015年のオープン以来フレンチレストランウェディングを中心に人気を集めている古賀亭。敷地内の畑で栽培された食材を使用するなど、ランチ、ディナーとも季節に合わせた料理を味わうことができる。鎌倉三大洋館と呼ばれる建造物の中で唯一非公開だった古賀亭。オープンに至るまで100年に及ぶ歴史があった。鎌倉市で初めてとなる住宅地でのレストラン営業許可を受けた古賀亭、実現までには多くの困難があったという。私もですね拝見したんですけれども、はいはい、古賀亭という洋館、はい、まあ、これをお借りになっていろいろこう事業をやってるというか、はい、フレンチレストランをやり、はい、ウェディングビジネスをやりということなんですけれども、はい、どんな印象だったんですか、その洋館を見たとき。いや、まあ、本当にもう、まあ、腰が抜けると言ったらあれですけども、うん、まあ、こんな建物が、まあ、日本にっていうか、まあ、鎌倉のこんな駅の近いところに残ってたんだってまず衝撃が一つなのと、あとはやっぱりその、まあ、今も門が建物についてるんですけど、はい、門が閉まっていて、でこうなんとか人気もない状態になっていたので、きっと草も生えて、ね、こう伸びていたような状況だったんでしょうね。うんうん、だからまあその門を開けて、で夜明かりが音もしたい、はい、まあ、それは灯せるはずだみたいなちょっと革新的なものありましたね。あ、面白いですね、うん、いや直すあれ結構お金もかかりましたでしょう。お金はかかりましたね。どうしたんですか、そしてその資金調達は。まあ、ここもダメあそこもダメとなって、うん、で、まあ、本当にもう頼る先がなくて、で鎌倉にある商工会議所に、僕も正直商工会議所ってどんなことやってるかも知らないし、何かそのお金を貸してくれたりするのかもすらも分からなかったんですけども、はい、そこの担当の人が、まあ、僕が最初に思ったように、やっぱりあそこに明かりを灯して門を開けたいっていうのもやっぱ同じように思ってくれて、まあ、そこからやっぱり地元の、信用金庫の方に話をつないでくれて、信用金庫の方も、うん、僕がそのどんなに断っても事業契約書を変えないもんだから、うん、その例えば建築費をもっと下げてとかっていうふうに変えてこないもんだから、まあ、よっぽど頭がおかしいのか、うん、よっぽどこれに自信持ってるのか、うん、まあ、一回会って話を聞いてみようっていうところから、まあ、動き始めたんですよね。はあ、うん、でもどうですか、振り返ってみて、うん、そこまでこう実現に
こぎつけた理由、うんうん、なぜそういうことが全く何にも信用もないお金もない、うん、当てもないようなところからできたのかっていうと一言で言うと何ですか。一言で言うとやめないってことだけですよね、うん、何かそのすごく情熱があって、うん、なんかその、うん、折れない心とか、うん、そんななんかそんな綺麗な言葉じゃなくてただやめなかっただけ、うんうん、かなと思いますね。いや、あの新井さんっていうのはですね非常に感覚的な、まあ、感性の豊かな方で、その小賀邸という建物を見た瞬間に、あ、自分はここでビジネスをするんだと、レストランを開くんだっていうね、その夜明かりがついているところをこうパッと思いついたっていう意味では、まあ、素晴らしい感覚で、今回取材をして、じゃああの小賀邸がどんな展開をしているのかなって楽しみだったんですけれども、あのちょっとあの意外な答えがあって、もう自分たちはもうこれで成功しているんだと、もうガツガツとですね、次なる成長、次なる収益源っていうようなものを求める、まあ、そういうことはこの小賀邸の、まあ、そのレストランにはふさわしくないんだっていう、そういう、こう意外な答えがあったんですよね。こう本当に自分たちがこの小賀邸という器の中でやるべきことは何だろうということをしっかりと考えている。でそれはもう十分に今達成できているから、これはもう一ついいだろうということで、あの従業員も含めて会社はとてもいい状態だという話がありました。本当にこう自分たちはここで何をするべきか、自分は世の中に対して何をするべきかっていうことを冷静に考えているなっていう意味では、ちょっとホッとする、安心させてくれる経営者だなっていうことを改めて感じました。ワンオータス西島義夫社長、宝くじ当選をきっかけに事業をスタート、人気店里のうどんで外食の可能性を切り開いている。多くの観光客が訪れている鎌倉、最近では訪日外国人の姿も目立ってきている。鎌倉のシンボルの一つ鶴岡八幡宮、そのすぐ脇という好立地に外国人観光客でにぎわううどん屋がある。鎌倉里のうどん、30いかないぐらいですけど、それぐらいはいきますね。 25% ぐらいの売り上げを外国人で、昨年に関しては特にそういう数字を振ってます。出汁の優しさが絡むうどん、旬の鎌倉野菜の天ぷらが人気メニュー。 It's very good because I have alreadyTry this fried vegetable and shrimp in another area in Tokyo, and it was not crunchy, it was just. This is very, very fine, very good, and you feel it's a good quality. Many people recommend. Somebody recommend this, so on internet, so we come here to have a try. I found the restaurant on the internet.TripAdvisor. 訪れる店を SNS や口コミサイトなどで事前にチェックしてから日本に来る観光客も多い。特に利用者が多いのは世界有数の旅行サイトといわれる TripAdvisor。 TripAdvisor が実施したランキング、外国人に人気の日本のレストランでは神奈川の飲食店で初めて26位にランクイン、快挙を成し遂げた。日本で全国26位になってるお店なんですよね。びっくりしました。外国人の方がいいねってやってるわけですよね。そうです。これはすごいことですよ。いや、すごいことなんです。みんなに自慢してるんですけど、誰もあんまり反応しないですね。反応しない、おかしいですね。いや、大変なことですけども、やっぱりこのインバウンドに人気になっている、はい、絶対理由があるはずなんですよ。はいはい、やっぱりトリップアドバイザーさんに外国の方がどんどん書き込みしてくれてたんですね。うちはその外国対応ができたので、できたっていうか外国でやってるんで、メニューもやっぱりちゃんと作れるし、外国人さんの観光客の目線になってものを考えられたんですね。でたまたまスタッフで、まあ、タイに住んでた方がいたりとか、
英語がちょっと喋れる方とかがいたので、コミュニケーション取ったんですね、お客さんと。どっから来たのとか、これからどこ行くのなんて話とコミュニケーションしたらすごく喜んでくれて、フレンドリーにするとか。別に味なんて変な話わからないんですよ。うどんが美味しいかどうかの喉越しがどうなのなんて外国の方はわからないんで、印象は人間です。やっぱり人間同士のフレンドリーな会話があったりとか、よくしてくれたとか、そういうのが日本人との触れ合いですよね。そこをちゃんとこうコミュニケーションができれば、別にどんなものでも喜んでくれますよね。だからそれでいいと思っていて、自然なやり方でおてなししながら、とにかくコミュニケーションで、どっから来たのとか、暑いの寒いのとか、可愛い服だねとか。うちなんか例えば小上がりに上がっただけで、なんで靴脱ぐの知ってるんですか、わおすごいとか言って言ってあげたりするだけで喜んでくれるんで、だからそれだけですよね。もっと積極的に話す、みんなで話そうっていう、もうなんか話せば分かる、伝わると片言でもいいし。あと5年経ったら相当変わってると思いますよ、はい、僕はそう期待してますけどね。いや、西島さんっていう方はですね、そのアップトゥーデートの中でも異色の経営者、ものすごいインパクトがあってですね、まあ、ここまでは本当にこう夢物語というか、何なんだろうっていう話なんですけども、そんなことで、ひょんなことで始めたうどん屋さんが今すごいことになっていて、ここから非常にこうリアリティがある素晴らしい経営者にどん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 なっていらっしゃるなっていうふうに感じたんですけども、 AI、 そのお客さんを分析して最適化していくわけですね。その飲食店における AI の導入ということを、おそらく日本でももうとにかく早く、もう1番か2番かぐらいじゃないですかね、導入をしてですね、それをこうどんどん積み重ねている、データを積み重ねていってるっていう、そういう状態だっていうことなんですね。何月何日、まあ季節ごとにだと思うんですけども、まあどういうふうに、どれぐらいのお客さんが来て、それがどういうものを好んで注文してくるかっていうことが分析できて、これがほぼその当たってるっていうことなんですよね。でそれに合わせて人材の配置ですね、まあ、非常に全体が効率よく回るわけですね。あとはその注文の量です。驚くほど利益率っていうものが変わってくるという、売上も利益も非常にこう今順調に上がってきてるっていうことなんで、これはこう AI ってっていうのはですね、本当にこうバカにできないというか、いうことを教えてくれました。で面白いことを言ってたのは、いやなんかその社長がですね、なんとなく勘でね、今日はこうだっていうふうに言うよりも、従業員の人たちが AI はこういうふうにデータとして出てるからっていうふうに告げた方が、みんな素直に言うことを聞くと言ってましたね。横浜コーポレーション菅沼祐樹社長、売り手が優位になる不動産市場に透明性をもたらすサービス、この実現に挑み続けている。横浜のシンボル、ランドマークタワーにオフィスを構える横浜コーポレーション、設立時の2012年には1坪の部屋からスタートし、今では30坪の空間に社員11人を抱え、年商はおよそ10億円。横浜コーポレーションの若き経営者菅沼祐樹さんに起業のきっかけについて聞いてみました。私が大学4年生の時にですね、祖父の相続というのをですね、身近で経験をしまして、その相続というところで、その相続税を支払うためには短期間で納税資金を用意しなければいけない、その中で父だったり母がですね、相続税を支払うために資産を売却したり、お金をですね工面するところを間近で見まして、もっとどうすれば不動産を高く売って、もう少しその資金に充てられるとか、相続税をどのようにしたら圧縮ができるか、世の中にそういったサービスあるようでなかったものでしたので、何としてでもこれは自分でもっと不動産を高く売れる、もっと相続税を圧縮できると、そういう思いで、この会社を立ち上げました。東京の物件散々見てこられて、はい、で今横浜に特化してるわけですけども、はい、この違いってありますか？はい、東京の物件っていうのはやはり皆さんが
もっと横浜より購入したいと、うん、購入したいことが方が多いっていうことはですね、その分だけ不動産の価格が上昇します。弊社のお客様というのが中心がこれから資産を形成したいと、うん、不動産投資をして新たにアパートを買いたい、マンションを買いたいっていう方がですね、こういった不動産価格が高騰していて高いものですとどうしてもですね失敗するケースが多くてですね、はい、そういうところを考えた時にまだ横浜は都内と比べたら割安でありますので、はい、それで横浜を中心にやっております。まあ、今ねお買いになりたい方のニーズっていうのをちょっとお話になりましたよね、はいはい、その資産形成をしたいんだと、はいいうことで考えていらっしゃる、はい、で今度はその売る側の方、はい、売りたい人の現状というのはどういうことになってるんですか。はいはい相続を受けて全く、その物件に愛情がなくそのまま現金化したいとかですねあとは、物件はもう持っているんですけども20年経ってやはり老朽化してその分お金をかけられない、うん、もしくは空室が埋まらないためにもう手放していくらか現金化したいっていうところの方が多いですね。もともとは全く入ってない、はい、人気のないアパートやマンションですよね、はい、そうです。それを満室にするっていうのは、はい、何がポイントなんですか。ポイントはですねいくつかあるんですけれども例えばアパートの間取りをに合うんだったらですね例えば間取りを変更しなければいけないのかであったりとかですねあとは部屋のその、リフォームですねどこまでかけていればそのターゲット層に響くかとかですねその中でもやはり最小限のコストで、やらなければ投資っていう観点からですね難しいのでですねそこは見極めるっていうところが大事だと思っております。目先でこれを、はい、これからやりたいんだってい こう目標といいますか、はい、まずはその不動産投資っていうところではある程度ノウハウが蓄積されておりますのでその不動産投資に関わる業種ですね例えば保険業であったり建築業アパートの建築のノウハウもございますのでそういうところの企業をですね買収をしてそういったところも一貫体制でできればなと思っております。買っていただくご購入されるお客様は、誰が生産したかこれはもう今だともう農業だと当たり前なんですけど、何々区の何々さんが作ってるもうそこまで公表されてるとこの大工さんがやってますこの、設備屋さんが、エアコンを入れてますとかですね、そこまでやはり生産者の顔を見てほしいと。まあ、不動産業界というところでは、前回出演した時と比べまして、まあ、会社の規模としても、まあ、約5倍近く大きく、なっておりまして、また、この横浜市内で、取り扱うアパートっていう木造アパートであったりそういったところでは、数多くのシェアを誇っているっていうところまでありますね。3年でまず大きく変わったのはですね、以前はそこまで自社で、建築をして自社で、そのアパートを建てて提供するということはなかったんですね。それが今では自社で建てて、アパートを提供するということが、大きくあってそれは年間60棟ぐらい、やっているというところと、その3年の間にですね、駅ビル、新横浜の駅直結ビルを取得しまして、そこに日本だけじゃなくて、まあ、世界の、観光客を、集めてくるために新横浜に横丁というのを作ってですね、そういったところで新たな新横浜の、にぎわいであったり振興に、寄与を、しようと思っています。またその新横浜の方にも新たにですね自分が医療法人を立ち上げましてそこのところに病院を経営するようになっております。はい、私がその起業したきっかけでもあるんですけど横浜を代表する企業を目指すっていうところで横浜コーポレーションつまり横浜の企業っていう名前をつけましたのでやはりこの横浜という地に生まれて横浜でこういうふうに成長しておりますのでこれが10年20年30年先をですね続くような企業を目指して不動産という分野にとらわれずいろいろな分野で
大きく成長していきたいと思っております。